に佃煮が美味しいって伝えて。特に佃煮が美味しいって。ありがとう、イルダ様。少し前に作ってくれたゴーヤのやつとかも風変わりで美味しかった。ゴーヤのやつも美味しかったって。ありがとう。あ、同じ沖縄料理だけどパパイヤの佃煮も美味しいよ。あと、ちゃんと感情込めて言って。パパイヤ、フルーツで佃煮が作れるのか。うん、ゴーヤの佃煮より食べやすいんだよ。じゃあ、今度作るね。じゃあ、普通に喋れ。めんどくさい。恥ずかしい。